ケント軍はアメリカ合衆国ミシュガン州ローアー半島の西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は60万2622人であり、2000年の57万4335人から4.9%増加した。軍庁所在地はグランドラピッツ市であり、同軍で人口最大の都市でもある。軍名はオハイオ州と論争になった。 トレド戦争の時にミシガン準州の代表を務めたニューヨークの法学者ジェームズ・ケントにちなんで名付けられた。ケント軍はグランドラピッツ・ワイオミング大都市圏に属している。軍内にはスチールケース車があるなど西ミシガンの経済と工業の中心である。また中西部の文化的な象徴でもあるフレデリック・メール庭園もある。伝統的に共和党の強い地盤であり、 保守的な土壌にあるが2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党大統領候補を支持した。これは1964年以来44年ぶりのこととなった。宗教面でも保守的でありかなりの数の福音主義キリスト教徒がいる。軍内にジェラルド・アル・フォード国際空港がある。ミシガン州最大の川であるグランド川が軍内を流れている。 その西岸にはかつてこの地域に住んでいたホープウェル文化インディアンの遺跡であるフーンボがある。19世紀初期にグランド側の流域は毛ワ交易の重要な中心地だった。米英戦争後、リックス・ロビンソンとルイ・カンポーが地域最初期の交易業者となった。ケント軍は1831年にカラマズー軍から分離して設立された。1838年、グランドラピッツが 軍内最初の村として法人化された。19世紀末までに、いくつかの製材所建設で刺激され、この地域は、農業、製材業、家具製造業の重要な中心地になっていた。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は872.18平方マイルであり、このうち陸地856.17平方マイル。 水域は16.01平方マイルで、水域率は1.84%である。軍内最高地点はソロン軍区にあるフィスクノブ公園であり、標高は1048フィートである。グランド川が東軍境から西に流れ、オタワ軍を抜けた後、グランドヘイブンでミシガン湖に注いでいる。軍内には下記3つの支流がある。軍内には 夏季のようなハイキングと自転車用のトレールがある。空港、グランドラピッツへの航空旅客定期便は、ジェラルド・アルフォード国際空港がある。元は、ケント群国際空港と名付けられていた。1926年7月31日に、グランドラピッツ市とデトロイト市の間で、国内最初の定期便が運行された。バス公共交通は、 ザラピッドという名前の都市間交通共同企業体が運行している。ダウンタウンエリアシャトルもバス便を運行している。これらのバス便はグランドラピッツ市にある駐車場から市周辺の多くの乗降地に向けた輸送を行っている。鉄道アムトラックがグランドラピッツ市場客駅からペレマルケット線でシカゴまで旅客便を運行している。貨物便はカナディアンナショナル鉄道。 CSX トランスポーテーションが運行しており、地域の単線であるグランドラピッジースタン鉄道もある。主要高規格道路群指定道路県と群に本社を置く企業は以下の通りである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。軍政府は、軍監獄の運営、地方道の維持、地方裁判所の運営、 権利譲渡と定当権設定記録など重要記録の維持、公衆衛生規制の管理、福祉など社会サービスの項目で州の施策への参加を行う。軍政委員会は予算を管理するが、法や条例を作るのは限定付き権限である。ミシガン州では、警察と消防、建設と区画割り、税評価、街路維持など地方政府の大半機能は、個々の都市と軍区の責任である。 ケント軍は昔から共和党の強い地盤であり、地元でも全国的なものでも共和党候補者を支持するのが通常である。2008年アメリカ合衆国大統領選挙では民主党のバラク・オバマが149,909票、49.34%を獲得し、対する共和党候補のジョン・マケインは148,336票、 48.83%と接戦でケント軍を制した。オバマは10%以上の得票率差でミシガン州を制した。2004年では共和党大統領のジョージ・ W ・ブッシュが17万1201票 58.、58.85%を獲得し、民主党のジョン・ケリーは11万6909票 40.、40.19%だった。 2000年、ブッシュは148,602票、59.37%、民主党のアルゴアは95,442票、38.13%だった。1885年、ケント軍の公有地測量システムズ24の軍区と、小区軍を示すケント軍は、下記21の軍区に分割されている。チャーター軍区。ありがとうございます。